フリースを全部着てみたという動画を見ていただきたいなと思います。大定番泣く子も黙るレトロ X ということで、ポーラテックのフリースですね。そう、これは僕が作ったフリースなんですけども、はい、本日はですね、フリースを全部着てみたという動画を見ていただきたいなと思います。ということで、フリースこんな感じでずらーっとあるんですけども、ノースフェイス、パタゴニア、そしてシュプリームとかね、その辺のあたり、あとは海外のノースフェイスなんかもあったりしますので、もうババッと着ていってね、特徴とかサイズとかお伝えしていきたいなと思います。ではまず一番最初というのはですね、こちらフリースをまず選ぶってなった時に、大体皆さん気になるのがこちらですね。米軍で採用しておりますエクワックスという、これはサイズ S サイズなんですけどね、第2世代モデルのフリースレベル3やったと思います。ただやっぱちょっと S サイズだから、若干ちょっと手とかがね短いような気はしますけども、やっぱ海外サイズだから、普段着てるサイズのワンサイズ下ぐらいがちょうど日本サイズで言うと、いいかなと思いますね。ここにもあるようにポーラテックのタグがありますけども、もうなかなか最近どこのブランドもポーラテックなくしてきて、特にノースフェイスなんか今ポーラテックゼロに、日本のノースフェイスは多分ポーラテックゼロになったと思うんですけどね、なかなか希少なポーラテックになるんじゃないかなと思います。でポーラテックって一言に言っても、実は毛の感じってまた違うんですよ。後でちょっとあのビッグの拡大した、ビッグかなんか分からないけど、拡大したやつ見てもらいたいなと思いますので、まずこれエクワックスの S サイズですね、ブラックで、次が同じくエクワックスで第3世代のレベル3ですね。これはサイズ M サイズで着用をしております。まあ多分これ僕エクワックスやったらね、サイズ M サイズが多分ちょうどいいんちゃうかなと思いますね。まあもう一個上げても全然いけるかなと思いますけども、 S はやっぱちっちゃかったですね。でさっきと比べてもらっても分かる通り、ちょっと毛足のね柔らかさが全然違うんですね。こっちの方が柔らかい感じの生地感になってて、さっきのはなんか一昔前の、ボコボコしたフリース、分かりやすく言ったらあのパタゴニアのレトレックスみたいな感じなんですけど、多分この黒の方は今もう売ってないんかな、ちょっと分からないですけど、こっちはちょくちょくまだ見ますけどもね。だ気をつけてほしいのが、これもポーラテックなんですけど、レプリカ品とかも結構多いんですよ。だから米軍用やと思って喜んで買ったりしたら、これねレプリカやないかってそっくりなんで、ちゃんと商品名にもレプリカで書いてるとは思いますけどもね、注意していただきたいなと思います。そして次がですね、あともう一個言うのは、これね、まあ、こっちにも画像載せておきますけど、似合わへん人着たらもうおじいちゃんみたいになるので気をつけてください。これ別に顔がかっこいいとかかっこ悪いとかそんな話じゃなくて、このくすんでる色がね得意な人は、いけるんですけども、まあ、派手なんが得意な人はちょっと苦手かもしれないですけどね。次こちらノースフェイスの、最近去年出たばかりかな、なんかアンタークティカシリーズやったと思います。でこれはね去年のレビューでも言ったんですけど、やっぱり1年ぶりに来て思いますけど、やっぱ襟高いですね。めちゃくちゃ高いから、こうマフラーとか必要なくて、後ろの風とかも完全に守っていただけるのは助かるんですけども、まあ邪魔ですね。あの横とか見たら絶対こう当たるから、いつもこうバン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 当たるから、邪魔やなと思うから、こう寝かせる感じで着るのが一番、まあ、ベーシックなんかなと思いますけども、いかがでしょうか。多分去年ねこの色はあんま人気なかったんですよ。あの僕買う色って大体派手な色買うんですけどもね、なんでって動画映えするように、動画でサムネ映えるようにって派手な色買うんですけど、黒ばっかり買ったら思わないでしょ。なんか買うんやけど、大体僕買った色は、売れ残ってると思っていただいて結構です。大体セールになってるんじゃないかなっていう感じで、これも多分セールになってたと思いますけども、昨年出たモデルですね。今年ちょっと出るかは分からないですけど、これもちろんポーラテックではありません。もうノースフェイスのオリジナルの、フリース生地になってますね。で次がですね、もう大定番泣く子も黙るレトロ X ということで、この色味がですね、実は僕の動画の中でも結構反響あったんですよ。で僕行ってるジムのね、視聴者さんが行ってるんやけど、ジムのところでもね、あの拓蔵くんのレトロ X の紫見て俺買いに行ったわっていう人いてて、実際着とったんですよ。ほんまですね、着てますねとかいう話しててるんやけども、まあ、それぐらいこの紫ってパッと見た感じ、これ誰が選ぶねんこんな紫って思うけど、着てみると意外と結構いけるんですよ。だから僕の動画見て買ったよっていう方、あのちょくちょく声聞きますので、それも嬉しいんですが、もちろんこれも、セールになっておりました。でそれ以降出ておりません。確かこれ2022年か1年か1年かな、似てたモデルで、それ以降出てないってことは多分人気なかったから出えへんかったと思いますけども、レトロ X 自体は、毎年出てますし、今年ちょっと値上げしてるんちゃうかなと思います。でプラス生地が変わってました。この表地の生地が若干変わってて、今までのタイプって結構しっかりした生地感だったんですけども、もうちょっと柔らかいこういう起毛感になってるっていうんですかね、ちょっと生地が変わってるなっていうところはね、正式には発表はされてないですけど、多分持ってはる方やったら触ると分かると思います。あ、今年から生地変わってるやんっていうのを気づくし、なんやったら僕最初違う商品かなと思うぐらい違うかったんで、ちょっと変更があったみたいですね。で次がですね、こちらなんかこの地味なフリース、なんかよどうせよ分からんブランドでしょと思われるかもしれないけども、これノースフェイスでございます。皆さん大好きノースフェイス、ただ僕いつも言ってますけど、フリースはノースフェイスで買うなっていうね、名言を残してるんですけども、買ってる人ごめんなさい、あの嫌味じゃないんですけどもね、これから買う方は原価
果のことを考えると、原価から考えてコスパいいって考えると、まあ、脳性差外れるよねっていう感じでね、まあ毎年言ってるわけなんですけども、これはねジップインジップする用のフリースになっております。ジップインジップって何かっていうと、脳性差である、まあなんか、まあ、ドラゴンボールでいうところの元気玉みたいなもんなんですよ。まあ、見てたらわかるっていう感じで、脳性差も好きやったらわかるっていうようなシステムがジップインジップってあるんですけども、まあ、それに対応してるフリースですよということなんで、もちろんそういうことを知らなくても1枚にもこうやって羽織れる、結構フリースの中では、細身でカーディガンみたいな感じで使えるようなのやつが、これバーサミットなんとかみたいなフリースの名前やったと思います。それこそ袖とかにねジップインジップするようにこういうあのボタンとかがついてたりするので、最初見た時ねこれ何やこのボタンと思ったりすると思うんですけど、あジップインジップなんですかと思っていただければ OK です。これサイズはね L サイズで着用しております。お前はハロウィンのカボチャかって思われるかもしれんけども、そういったねハロウィン仕様のフリースになっておりまして、これもノースエースでね、マウンテンバーサマイクロっていう、まあ、これもずっと出てるフリースはフリースなんですけども、ただこれに関してはね中間着っていう位置づけなんですよ。でフリースにね中間着って初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、フリースって基本的には登山がメインとして最初は作られたわけなんですよね。で登山って重ね着するので、重ね着するところの真ん中で着る用として作られてるのがこれなんですよ。だからどう何が言いたいかというと、サイズが小さいっていうことです。買おうと思った時にこの辺今まで紹介したのってアウターとして着ることが結構メインで作られてるやつが多いので、サイズ的にはいつも通りのサイズ L やったら L でいいんですけども、これに関しては真ん中で着ることを考えられてるので少しタイトめになってるよと。だからあんま着膨れ専用になってるので、細くなってるので、よってこれは XL で着用しております。ただまあこれもねノースエース以前から知ってる方やったらもう口揃えて言うんですけど、でも言うたってポーラテックじゃなくなったからなっていうのがまあ大体の決まり文句なんですよ。ここ最近ノースエース知り合ったっていう方もツーブリタンやったら、とは言いながらポーラテックじゃなくなったもんなって言ってもらえれば、おこいつ知ってるなって、こいつ5年ぐらい追っかけてるなっていう風にノースフェイサーたちから思われますので、困った時はそういうことを言ってみてください。そして次はですねシュプリームとコラボのやつをいきたいなと思います。シュプリームコラボはねこれ昨年のモデルなんですけどもね、独特な形をしておりまして、プルオーバータイプでね被るやつなんですよね。でまあこれは YouTube 的なことを言うとですね、被るタイプっていうのは着替えるのに時間がかかるからちょっとやめていただきたいんですけども、まあその辺は皆さんにとってあんま関係ないのでね、見ていただきたいなと思います。もともとねジップはねなんかちょっとこういう変な横なんですよ。これあの着替えてお前ちゃんと着てないぞっていうわけじゃなくて、もともとこう横タイプなんでね、そんな感じになっておりまして、このフリース、まあ、僕個人的には一度も着ておりません。っていうのも多分買ったのが4万ぐらいやったかな、ちょっと値段覚えてないんですけどね、もうこれ原価相当安いんですよ。めちゃくちゃ安い。これ誰が触ってもわかります。生地触った瞬間にこれ見てください、これフェルトやんっていう感じなんで、まあ、生地は結構安いなっていうことでね、まあ、シュプリームを着たい方には向いてるんやけども、僕そういうのあんま好きじゃなくて、どっちかっていうと性能とか品質をこだわりたいタイプなんで、僕はあんまり好きなタイプではないんですけども、そういったフリースがあります。で被るのめんどくさいので基本的には被って着ることはありません。レビュー動画出してから来たので、ほんま1年ぶりぐらいにこれ来ました。そして次がですね泣く子も黙るねポーラテックのフリースですね。そうこれは僕が作ったフリースなんですけども、こんだけ世の中からポーラテックなくなってんやったらちょっとポーラテック作ってみようやっていうことでポーラテック作ったんですけど、なんでみんなやめたか分かりました。めっちゃ高い。さっきのシュプリームのねこれはね6倍以上する生地使ってます。でノースフェイスのね生地のねだいたいね5倍以上の生地を使ってます。それは高いからこの金額で売れません。なので、まあポーラテックをどんどんねやめはったとこも多いんかなとは思うんですけども、今年はなんとカーキも作りまして、新色でね、なんかこけしみたいな感じでいい色味でしょ。だから日本庭園とかにこうやっておったりしたらなんかこけしなんかなって思うような色味になってるし、まあちょっとブラウンがいいかなっていう人はね、まあこういった感じでブラウンでもありなんですけど、まあこんなも作ってみたという感じで、次はねパタゴニア行きたいなと思います。パタゴニアはね昨年新発売した R2 っていうジャケットがあるんですね。で R2 っていうジャケットって今までずっとあったんですけど、昨年ちょっと変えたんですよ。で変わったっていうことでね、このパッて見たらあれフリースのこの鬼門感ないやんと、こういう感じでこういうモコモコした感じないやんって思うじゃないですか。そしたらこれ開けてみるとこういう感じでね、裏地要は当たる部分をそうしてるんですよね。だからボクルでいうところの僕のねこの脇の部分ストレッチさせるために使ってるんですけど、このねサブで使ってる生地がここはつるんとしてるんだけど、ひっくり返すと起毛感があるんですよ。だからまさにそんな感じのね生地を採用しております。それが M サイズで結構すっきり着れる感じなんでね、これはこれでまたなんていうの、登山とかには向いてますよね。中間着っていう感じなんで、こうかさばらへんし、荷物とかにもねできるんじゃないかなと思います。で R2 のね前のモデルっていうのがあるんですよ。それの方が
着心地は良かったです、はっきり言うと。なこっちなんですよね、このがこういう感じでモワモワしてて、なんやったらもう一個言うとこれポーラテックなんですよ。また話してきたけども、これポーラテックで、こっちはポーラテックじゃないんですよ。だからまあその辺考えると、もし R2 がどうしても欲しいと、でしかもポーラテックが欲しいっていう方は、ちょっとフリマサイトとかね、古着屋さんとかでね見つけてもらうとあるんじゃないかなと思います。っていうのも変更になったの去年になったばかりやから、まだまだその状態のいい R2 の旧バージョンっていうのもあるとは思うんですけどね。これがね R2 の旧バージョンですね。ちゃんとフリースの機毛感があるポーラテックバージョンということになっております。そしてですね、皆さん大好きキムタクフリースといえばこちらスナップティーでございますね。でスナップティー今年は50周年モデルが出てるらしいので、それを僕ずっと狙ってるんですけど、まだ販売してるとこがちょっと見当たってないということで、定番のスナップティーを着てみましょう。これも被るタイプですわ。あのもしですね、これからファッション YouTuber やってみたいという方はですね、この被る系のはあんま買わない方がいい。あの被る系するとね、着替えるのほんまにめんどくさいんですよ。で着替えるのめんどくさいしね、こう見えてねちゃんと表でやらなあかんからっていう、髪の毛もセットしてないけども、もうこれがぐしゃぐしゃなるんですよね。なのでできるだけこのパタゴニアのメーカーの皆様、ノースフェイスのメーカーの皆様、被るタイプはやめていただきたいと、 YouTuber 泣かせであるというところだけお伝えしておきたいなと思います。そして次がですね、こちら初めて出てきましたノースフェイスの韓国バージョンでございます。ではこちら着ていきましょう。はい、とまあこれね、あの実はね普通のデナリみたいな感じでね、まあ、後で着ようかなと思うんですけど、デナリに似てるんですけど、裏地にねナイロンが貼ってあるんですよ。だからこれ防風まではいかへんとしても、結構重アウターというか、おそらく防風の加工まではねされてないはずなんですね。これ触ってても裏地のナイロンと表地のフリースはあるんですけど、その中のね防風のね生地とか加工っていうのがされてないので、まあ普通に裏地が貼ってるだけなんですけど、普通のフリースってめっちゃ風通すじゃないですか。でそれがちょっとマシって思ってもらった。だからレトロ X ほど防水じゃないけども、まあ韓国もなかなかやるよねと、さすが寒い国だけあるやないかいっていう風に思っていただけるようなフリースになってると思いますけど、これ確かね福袋かなんかで買っただけやから、まあ別にあのそんなに特にこだわりはないんですけど、デナリっぽいやつ。そして本物のデナリがこれですね。でこれはね裏地ついてないんですよ。だからあの風は通しちゃうんですけど、まあフリースってそういうもんやからね、別にそこはあんま気にはならへんと思うんですけど、やっぱり皆さん気になるとこありますよね。あのつぶってください。やっぱり5年ぐらい前からポーラテックじゃなくなったからなってちょっと眉間にしわ寄せながら言っていただくと、あこの人知ってるやんけど、よう詳しいやんけって思いますので、そういう風に言っていただければいいんですけど、まあちょっと生地が実は変わってるよとか、見た目は何も変わってないんでね、あのパッと見た感じはそんなにわからないと思うんですけど、よく知ってる人からしたら、あこれ生地変更しましたよねと、これメーターなんぼのやつからメーターだいぶ下げましたよねっていうところでね、続けるんじゃないかなと思いますけど、誰も続く相手はいてませんけどもね、そういうことを言えると。そして意外と学校の先生がよく着てるのってね、このパタゴニアのレトロ X のベストバージョンなんですよ。なんで学校の先生はベストばっかり着てるのか僕にはちょっと分からへんねんけども、多分学校の先生ね今この動画見ながらね首折れるぐらいうなずいてると思います。そうめちゃくちゃこれ着てる人多いんやと思うかもしれんけど、なんかこれにリュックスタイルってめっちゃ見るんですよね。まあこれも一応防風の仕様にはなってるんですけど、見てください、脇開いてるからバツバツに風通ってくるんでね、バツバツって表現合ってるか分からんけども、そんなにあったかいもんじゃないんやけども、一応これもあります。そして過去にねプレネで販売されてたといえば、皆さんノースフェイスでプレネといえばあれしかないんですけども、そう何かっていうとこちらですね、アンタークティカバーサマイクロみたいな感じの、そんな感じの名前でした。でこれが当時はですよ3万3000円ぐらいあってポーラテックも使われてたんやけど、そのうちポーラテックが使われなくなりオリジナルになって、そして廃盤になったというモデルで、結構首が高いんですよね。でさっきの水色のこのアンタークティカっておそらくこれが旧モデルでこっちが新モデルじゃないか、要は2022年までこっち出てましたよ、2023年からこっちになりましたよっていう感じでね、商品名は違うんけどおそらく引き継いだんじゃないかなと思われるんですけども、これは襟が高すぎる。これ何が何でもこう首短かったらもう鼻ぐらいまで隠れますからね。で僕いつも言うけども、首長くてカメレオン系みたいな感じで YouTuber でやらせていただいてるんですけど、それでも、ちょうどいいぐらいな感じなんで、これね結構人気あったんですよ。ただ一つ言ってることウエストめちゃ細、これ僕今着てるの XL なんですけど、 XL でもねウエストこの辺り締めてんのってどんなもんなんやろ。僕ウエスト大体ね78とかぐらいですかね。それでもうピッチリジャストって感じなんで、もうウエストがね85を超えたねメタボ候補の方もねもうこれ着れない。あのダブルジップやから一応これ締めて、あダブルジップちゃうわシングルジップやった、ダブルジップやったらねここ開けれるんやけども、それもできひんから、もうこれはもうほんま細い人限定、まあ自分で言うのもあれなんですけど、一応食事制限もさせていただいております。そういうことでね、まあ、これ結構人気で、転売とかよくされておりました。もう出てないからね、転売もないかもしれないんですけども、こういう毛足の長いのってやっぱりあったかいじゃないですか。だからね、いいかなと思ったりはするんですけども、まあもうなく
くなっちゃいましたけどもね、去年からはこういう感じのちょっとフェルトっぽい感じの生地感で、こう毛足の長いのはもうなくなっちゃいました。そしてあと残り2つ、これはね珍しいでしょ、復刻モデルなんですよ。あのスティープステックシリーズって言って、もう今ないからさっと終わりますけども、分かりやすく一言で言ってって言ったら、デナーリの色違いと思ったら OK で次いきますね。でそしたらですね、これもなんか一瞬出てきてすぐなくなったけども、なんかこういうプルオーバーの被る系の、やつ、まあ、これもさっと着るだけ着ましょうか。はい、とまあこんな感じです。まあ一言言うとね、パジャマみたいで可愛いでしょ、もうそれ以外の言葉はない。はい、ということでね、17着全部バーッと着ていきました。皆さんいかがでしたでしょうか。今年のねフリースの注目としては、おそらくパタゴニアが50周年で出してるオーガニックフリースみたいなのが一番注目はされてるんじゃないかなと思います。それ以外の特に大きく変更があるっていうのは今のところ聞いてないので、聞いてないって別に誰からも僕教えてもらってないんですけども、まあ、分析してくれてるか、いてるから分析してる人が、まあ、今のところそんな新しい情報はないということやったんで、またこれからもね情報をちょっと追っていきたいなと思いますけども、一旦僕が持ってるフリースっていうのをね全部着用させていただきました。もうちょっとちゃんとねあのフリースについて紹介したいよと、だってこれスティープテックなんかこれデナリーで終わったから、もっとちゃんと聞きたいという方は下の動画説明欄に、それぞれの解説動画っていうのを一個一個載せてますので、そこ見ていただいて、あこうなってんねやと、いうふうに思っていただければいいかなということで、本日はですねフリース全部着用してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。